古今図書修正。古今図書修正は、18世紀、中国、新代の百科事典。現存する類書としては、中国史上最大で、関数1万巻。正式名称は、近帝古今図書修正。本書は、広く古来の転籍から、同類の関係する記事を抽出して集めたものである。本書では、出典が明記されているので、ある事項に関して、 関係資料の所在を調査する際には便利である。その構成は次のような形式となっている。6位編に大分類する。それぞれの異変を32点に分ける。それぞれの点を6109部に分ける。それぞれの部は、以降総論、図表、列伝、芸文、選句、記事、雑録、外編に区分している。6位編、32点は、以下の通り。 本書は、真の後期帝が、真夢雷らに命じて、返纂を開始した。その後さらに、陽精帝の命により、民の永楽大典に習って、小帝釈等が増補し、1725年12月に完成した。半本としては、1728年版の玄関本があり、その永遠版が、上海道文書局から刊行されている。玄関本、 英印版とも、いずれも流通する漢本は少ない。このほか上海図書修正局の1884年版がある。こちらの方は、祝冊本もあり、台湾版の英印本もあって、広く流通している。また、交渉24巻、目録40巻、分類目録などの参考と書類があり、本書の利用に際しては活用すべきものである。日本には、 完成後間もなく、江戸幕府の第八大将軍、徳川義宗によって取り寄せられた初す本が到来した。この初す本は、幕府の蔵書文庫である豪陽山文庫の一部となり、明治維新後には政府の蔵書となった。その後、明治天皇の直視をもって東京帝国大学に下視された。しかし、関東大震災の際に、 図書館が累乗し、本書の初す本も消失した。ありがとうございます。